お前の給料いくら？ここで言えるほどじゃないよ。どうせ安いんだら40歳過ぎて月50万は稼げないと情けないぜ。あとさ、結婚してるやつとか負け組だから、嫁にヘコヘコしてお小遣いもらった生活とか終わってる。高尾は稼いでて羨ましいよ。ま、せいぜい頑張れよ貧乏に。今日はちょっと話があります。ふぅねんま、どうせ売り上げがどうとかそういう話だろ。めんどくせえ。当社は今日をもって倒産することになりました。誠に申し訳ございません。そんな。俺の名前は鈴木隆夫、一部上場企業勤務で将来安泰のはずが、すっかり人生が狂っちまった。急に会社が倒産って言われてもよ。まあでも大丈夫か。俺レベルの人間はどこ行ったって雇ってくれるっしょ。40過ぎても平社員だったの？ああ、そうですが。なんで管理職にならなかったの？だって責任ばっかり増えて面倒じゃないですか。それでこの会社では月給いくらもらえますか？また落ちたか。なんか面倒になっちまったな。しばらくニート生活でもするか。まあなんとかなるだろう。俺はそうやって自分の好きなことをして過ごしたのだが、俺は遊びまくって金を溶かして家賃が払えなくなって家を追い出された。今は段ボールハウスで公園に住んでいる一人のホームレスだ。金は日雇いをしてなんとか食いつないでいる。俺はこんなところでくすぶっている人間じゃないんだが、今はこの状況に甘んじている。日雇いの金は少ない。だから俺はこうやって炊き出しを利用して金を浮かせている。どうも。スマホを持てなくなった俺にはこういう紙が唯一の情報源だ。日雇いの仕事は様々だ。今日は古紙の分別をしている。今日の昼飯はこれだけ。家に帰っても段ボールハウスだし、特にいいことはね。やる気出ねえな。よう高尾君、調子はどうだい？ぼちぼちっす。このおじさんは日雇いでよく一緒になるおじさんだ。いろいろ教えてくれ、助かっている。ないって。おいおい、大丈夫か？やっぱり段ボールハウスで寝ると腰痛いっすね。高尾君は段ボールハウスで寝てるのか？そりゃいかんな。ベッドで寝た方がいいぞ。そうは言っても部屋を借りる金はないですし。大丈夫だ、俺はホテルで暮らしてるぞ。おじさんって結構金持ちなんですか？いや違う違う、生活保護もらいながら働いてるからいけるんだよ。でもホテルなんて高いじゃないですか。ああ、俺の泊まってるところは500円だよ。500円？紹介してやろうか。お願いします。次の日、俺はおじさんに教えてもらったホテルに行くことにした。おお、来たか。こんないい場所が1日500円なんですね。ああ、と言っても毎日この金額で利用できるわけじゃない。俺たちみたいなはぐれ者のために初回だけ500円で受け入れてくれるんだ。だが遠泊でも1泊2000円だから、日雇いでも十分暮らしていけるぞ。あとよ、住民票もこっちに移しまった方が楽だぜ。そんなこともできるんですか？ああ大丈夫だ。本当かな。あのしばらく泊まりたいんですけど。はい、空き部屋がありますので大丈夫です。いつまでお泊まりになられますか？できるだけ長く泊まります。かしこまりました。あと住民票ここにしたいんですけど。はい、可能でございます。よっしゃー。俺はこうしてホテル暮らしを満喫し始めた。やっぱりベッドで寝るのはいいな。おはようございます。おはようさん。なあ、俺の部屋掃除しといてくれよ。はい。ここの生活はとにかく楽だった。掃除はしてくれるし家具もある。部屋は3畳と狭いけど、まあ十分だ。洗濯も週に2回はできるし、キッチンも共同だけどある。ベッドのシーツは言えば変えてくれるし最高だ。おはようさん。おはようございます。このおじさんはここに住んでいるうちに仲良くなった人だ。今日も俺清掃の仕事だ。高尾君は？俺は今日は工事の誘導ですね。ま、お互い頑張ろうや。
そうですね。どうしたんですか？いや、ここにいるメンツは全員知ってるからよ。朝ごはんに起きてこないとちょっと心配になるんだよ。部屋の中で死んでるんじゃないかと思ってな。そんなことあるんですか？そりゃよ、ここに来るってことは何かした理由があるだろうからよ。ここにゃノマドで働いてるやつとか、俺みたいに20年も住んでるやつ、家族に捨てられて細々生きてるやつもいるしさ。まあ顔知ってるんだからちょっとくらい気にかけないとなと思ったよ。まあ俺には関係ないな。あ、給料安いのやだな。でもこれしか仕事ないし。お疲れした。さーて、ホテルに帰って一杯やるか。あれ、高尾じゃん。俺だよ、田中だよ。うわ、今の俺を見られたくねえ。どう調子は？前に同窓会で会った時は調子いいって言ってたけど。おお、今の普通の生活に飽きちまったよ。ホテルに住んでる。ホテル暮らし？すげえな。まあ俺くらい稼ぐとそのくらい余裕でできるんだよ。俺は今月やっと昇進したよ。子供も来年には小学生だし、頑張らないと。まあ小遣いは少ないけどさ。今の俺、田中に負けてる。じゃあな、来年の同窓会でまた会おうぜ。俺今のままじゃダメだ。金稼がないとダメだ。なんでバカみたいに安い場所泊まって満足してるんだ。俺、世の中金だろ。とは言ってもスマホもないし、元手になる金もないし、ドカンと儲けるためには何すればいいんだ。なんだあれ、非合法の薬か。危ねえ商売だな。お疲れ。お疲れっす。なんか変わったことあったか？まあねえよな、職場とホテルの往復バックだ。そうです。あ、そういえばなんか路地裏に薬並べてるやべえやつがいました。あんな風に非合法の薬売ってたらすぐにパクられるのに。あれは非合法の薬じゃねえよ。え？あれは病院でもらってきた薬をああやって売ってるんだよ。生活保護してると医療扶助が出るだろ。ほら、高尾くんも生活保護もらった時に教えてもらったろ。それで医者回ってよ、処方してもらった薬をああやってさばくんだ。へえ。昔からこの辺に住んでる奴らはああいう悪いことをやって稼いでるんだよ。高尾くんは絶対に手出すなよ。やりませんよ。いいこと聞いたぜ。最近全然眠れなくて、なんか死にたくもなるし、頭が混乱して。なるほど。じゃあお薬を出すので服用してみてくれますか？はい。医者なんてちょろいな。あとはこれが売れれば。こんな感じかな。おお、マジか。1時間もしないで5万になった。まさか全部売れるとはな。こりゃ医者のはしごして入荷をしないとな。最近全然眠れなくて、なんか死にたくもなるし、頭が混乱して。なるほど。じゃあお薬を出すので服用してみてくれますか？はい。よしよし、だいぶ溜まったな。これくれ。毎度。ボロい商売だぜ。じゃあな。いや、医者がくれる薬を横流しするだけで60万も稼げちまったよ。俺ってば商売うまいんだな。まあ金も入るし、こういうところも余裕でいけるな。よし、行っちまおう。パーうめえ。ずいぶん派手な食事だな。臨時収入があったんで自分にご褒美する。まあそういうのって大事だよな。さて今日も稼ぐぞ。そこの人、やべ、警察だ。待て、こんなところで捕まってたまるか。ここまで逃げれば大丈夫だろう。今日はここで店を出すか。おい、てめえ。なんだよ。お前、他のところでも闇露店開いてただろ。金出せ。知らない、俺は知らない。
いいから金出せ。こいつヤクザか。でも一人ぐらいなら勝てる。おら、てめえ弾見ろよ。おい、ここに売人がいるぞ。だぞ、やっちまえ。殺せ。やばい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 。おお、どうしたんだ高尾君。ヤクザに追われてる。かくまってくれませんか。俺の部屋に来い。一体どうしたってんだ。おじさんから闇露店の話を聞いて、いけると思って金が欲しくてついつい手を出しました。だからやめとけって言っただろ。もうそんなのやめな。野良元ヤクザだったからそういうことばっかりしてた。でもそういうのから手を切ってここまで構成できたんだ。高尾くんも質素で地味な生活を淡々と続けられる幸せを手に入れなよ。おじさんに俺の気持ちがわかるかよ。こっちは金を稼がないと生きてる気がしねえんだよ。金がないと負けるんだよ。おい出てこい。ここに来たのは分かってんだよ。しらみつぶしに探せ。へい、こいつだ。言いました。バカ、ここは3階だぞ。折れた。手こずらせやがって。助けてくれ。誰か殺せる。これが俺の全財産だ。これで許してくれ。これは場所代としてもらっとく。でもよ、舐められた件は別だからよ。おい、金払っただろ。助けてくれよ、助けて。やめろ、やめてくれ。今日は高尾来てないな。あいつの自慢うざいし、来なくていいって。そういえばあいつの勤めてた会社潰れたらしいぞ。人をバカにした罪だな。チャンネル登録はもうしてくれた？よかったら他の動画も見てみてね。動画の感想もコメント欄で待ってる。